はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座、今回取り上げるテーマは F が弾けない人のための3つのチェック項目です。ギターを始めたばかりの方にとってね、この F っていうコードはなかなか苦戦するわけなんですけれども、ここをちょっとね一回試してみてほしいなっていうのをねいくつか挙げてるので、ぜひねチェックしてみてほしいなと思います。1つ目です。F っていうね、ここで押さえるわけなんですけれども、これを5フレット目で鳴るかどうか一回試してみてください。これがね鳴ればいいんだけども、やっぱね、鳴らない方が多いかなと思います。で、なんでわざわざねこんな遠くでやらなきゃならないかっつうと、実はねこの正波、人差し指でね弦を全部押さえるのって、ここの1フレット目よりも5フレット目あたりの方がむしろね弦のテンションがね柔らかくちょっと低い、なので押さえやすいんですよね。なのでここよりも実はこっちの方が押さえやすいっていうのがあるので、一回試してみてほしいです。これが鳴らない人ここでも鳴りませんというと、2つ目のチェック項目です。ここで5フレット目でね、人差し指だけ使います。で、これでこの音が鳴りますかっていうのをちょっとチェックしてみてほしいです。で、 F が鳴らない人ってまずねこれができません。はい。で、これは何をしてるかっていうと、ここにカポがあって、これをねカポ5にする、5フレット目に挟んで何も押さえないで弾く、この音を要するに、手を使って自分の体でやるっていうことをしています。まずこれができる必要があります。逆に言うとこれができない人はもう F 弾けないんですよ。なので、まずこれをチェックしてほしい。はい。これを鳴らすために必要なことです。正波ってね人差し指を使うわけなんですけれども、使ってる指は実は人差し指だけじゃないんですね。それを後ろで支える親指がすごく大事になります。さっきねカポを使ってやりました。こういうクリップ式のカポだと、要するにね洗濯バサミのようにこう挟み込むわけですよね。それを生身でやる必要がある。そうすると人差し指だけでこう力をね入れてもこれは力がかからないわけです。そのためにはこう親指を使って、要するにこう、洗濯バサミのようにねこう弦をしっかりギューッとこう挟み込む必要があります。なので人差し指だけじゃなくて後ろで支える親指がすごく重要っていうこと。だから指をカポにしてあげるっていうことですよね。で、しかもこのカポのね力、挟む力って結構ね痛い結構強い力で押さえていると思います。やっぱり自分の指でやるためにはそれぐらい力が必要ってことですね。はい。人差し指をねあまりまっすぐにしすぎないっていうこともポイントです。正波バレエのねF だったりっていうコードってなんか絵で見るとこう一直線に見えるので、さぞかしこう人差し指も一直線にこう使わなきゃならないのかなと思うと、そんなことないです。むしろこの弦をね全部こう触るためにはほんのちょっとこう指をこうこの字にするというかね、ほんのちょっと曲げてこう弦がこう全部に触れる感覚っていうものを、今全部触れてるなっていうところをね感じられるところがあると思います。それをあとはそこからギュッとするっていうのをね気をつけてみてください。なんならこのカポっていうものもよくよく見るとね、ここねちょっとこう曲がってるんですよ。それはねこの指板自体も実はこうちょっと山なりになってる。それに合わせてねこれも実はちょっと山なりになってる。なので指もやっぱり山なりにちょっとこの字にする必要があるので、そこも気をつけてください。あと人差し指が何て言うの、指先ギリギリで使うよりもむしろこうちょっと上の方、
開けて根元の方でこう弦を押さえるようにするとうまくいくかなと思います。あとフレットの例えば5フレット目だったらこっち側のポジションよりもこっち側のポジションのところこっちよりはこっちの方を押さえた方が少ない力で綺麗な音が鳴るので、同じ力でも遠いとねこうなっちゃうけど、同じ力でこっちにすると鳴るんですよ。だからそこら辺を踏まえた上でこの音が鳴るかなっていうのを試してみてください。3番目のチェック項目です。さっきねここでこう F の形でちょっと弾いてみてと言いました。まあ正波がうまくいけばまあそれでいいですし、一応ですけれどもそれ以外の指も試してみましょう。それ以外の指はまあ形で言うとね E の形をするんですけれども、それをこっちのね中指薬指小指で鳴らすとこんな音になります。まあこれはそんなに難しくはないかなと思います。でまあもちろん正波が鳴ります。でこれが鳴ります。そしたらそれを合わせるだけです。そうするとこの音になってくれると思います。でここでね、この音が鳴るのであればこれ下げていきましょう。あともう一つ、そこが F です。はい、まあここで鳴ったらここでも鳴るだろうし、ここでも鳴るだろうし、ここでも鳴るだろうし、ここでも鳴ると思います。いかがでしょうか。まあね、ここで鳴ったからすぐここで鳴るかっていうのもね、まあどうかな、わかる、まあやってみないとわからないですけども、まあ僕はどっちも鳴るからね、まあこんな風にはなりますけれども、確かにね、F っていうことは難しいですけれども、まずここで鳴らなかったら試しにここでやってみる。で、正波がうまくいってると言ってるかどうかなっていうのも試してみる。それで、ぜひね、F を克服してほしいです。で、一応おまけなんですけれども、F っていうコードをね、F を押さえるときにちょっと時間がかかってしまうっていう人のために、一応こんな練習方法もあります。F を押さえて、その力を抜く。そうすると音が止まってくれます。こんな感じで。力を抜くと、音が止まるっていうのを連続でちょっとやってみてください。こんな感じ。試しにやってみてください。やっぱりねこれも難しいと思います。これっていうのは何をやってるかっていうと、最近僕がよく言ってるんですけれども、その F っていうコードをこうワンモーションでね、すべての指を一つの動作の中で押さえるっていう練習をしてるんですよ。で、離す時もそうだし、押さえる時もそうだし、押さえる離す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 、それが、ギュッ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 っていう風に一つの動作の中でその F を押さえる練習を、まあこれをねずっと弾くことで何回もやってるんですけれども、ぜひねそれを例えば1分間まあ5分間でもいいですけれども、なんか時間を決めて何回もずっとこればっかりずっとやってる、そうするとその F をねこうワンモーションで、押さえる繰り返しができて、結局そのね F の形の指の力の入れ方っていうんですかね、これが一瞬でこうワンモーションでできるようになると思うので、ぜひこの、この弾き方も練習してみるといいかなと思います。そんな感じで、ぜひねこの F っていうコードを克服してほしいなと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。ではさようなら。